あ、でもガチ恋とかでは全くなくて。あ、そうなんですか。そうです、ガチ恋ではないです。あ、あのリオンさんとは違います。違います。大きな差が。そうです、キリアスの関係性がすっごい好きで。あ、2人セットでてか、 そんな2人がいいんですね。そうです、そうです、なんかお互い支え合ってる感じがしてすごい好きですね、うんうん。え、ちなみにまあ最推しはキリトさんだとして、2番目に挙げるとしたら、アスナですかね。まあまあそこはいいか。でもそうですね、他にも、うん、あの可愛い女の子たちいっぱいいると思うんですけど、はい、好きなキャラクター他にいますか。あ、ゆうき。あー、まあ強いですよね、ゆうきね。あの、うん、いいですよね。え、しりかのことどう思いますか。もう言っちゃってるじゃないですか。いや、しりかちゃんはすっごい好きで。あ、本当ですか。そうなんですよ、なんかもう可愛いし、けなげだし、うん、なんか年上の男には騙されないでほしいなって思います。あー、でも分かる、悪い男に疑ってほしくない感ありますよね。そうですね。まあ、シリカ結構しっかりしてるから大丈夫だと思いますよ。ね、大丈夫ですかね、変な人にね。可愛いですね。はい、でも本当になんかちょっとね、クールな女性キャラもいれば、なんかね、本当に可愛らしい子みたいな、本当にたくさん魅力的なキャラクターいる中でも、全員がなんか人間味というか、あるのがね。そうなんですよ、そうなんですよ、みんな結構好きですね、うんうん、どのヒロインもすごい好きで、うんうん、まあでも結局アスナに落ち着いちゃうのが、あ、やっぱり、ね、ありますね、私の中では。うんうん、